こんにちは、なっきです。今日はハローアゲインさんのメイクをやっていこうと思います。幼くて可愛いということで、ポイントはズバリ眉毛です。それではメイクしていきましょう。どうぞ。肌に赤みを足しています。この子はパテを使って鼻を直したので、お顔の前パーツはエアブラシを使って元の肌色に近い色で塗装してあります。その流れで青を入れたり黄色を入れたりっていう肌の下地をもう拭いてある状態になります。全体的に緑を入れておくと赤ら顔になりづらいっていうのを見たので試しています。ほっぺと目の横側とあと顎と鼻とおでこ、リップなどに同じピンクを入れています。今回の子は髪の毛の色が明るめで元の肌の色も半透明肌なので青白い感じだったんですよね。それに合わせて青みの強いピンク系のメイクにしてみました。幼くて可愛い感じにするならやっぱり血色感がいい方がいいかなと思います。年取るとね、皮膚が厚くなる感じがあるので若いうちは薄いから透けやすいのかなっていう感じですかね。小鼻の横に影を入れています。細い筆でなるべく線を描くようなイメージで入れています。ただはっきり入れすぎると特殊メイクみたいになるのでぼかし気味で入れます。使っている茶色は少し黄みがかった茶色ですかね。ここで赤っぽい影にしてしまうと結構赤ら顔が助長されるので注意が必要かなと思います。鼻の穴も塗っていきます。ここ途切れた方がちょっと可愛らしいかなと思っています。ピンクでチークを塗っていたんですが、少し物足りない感じがあったので、目頭下あたりはオレンジ色を足しています。筆を縦に持って縦線を追加しています。アイシャドウを追加していきます。目が丸くくぼんでいるようなイメージで影を入れていきます。眉毛がどこに来るかも意識しながら塗れると、こう眉だけがポンって浮いたような状態にはなりづらいかなと思います。二重線にさらに影を追加します。この後、目頭のくぼみと目の下の涙袋のラインとほっぺの区切れのラインにも茶色で影を追加していくんですが、削りで作ったラインをなぞって少し強調してあげるようにするとメリハリが出て綺麗に見えるのでおすすめです。私的になんですが、ぼんやりしたイメージよりどこがどうなってるってはっきりわかる方が好みなのでそうにしています。好みや作風で使い分けてください。アイホールの下側に赤めのピンクを追加していきます。ここは粘膜のイメージです。アイホールの下側からアイギミックの白目下に来るアーチが見えると思うんですが、あれも粘膜に見立てて同じピンクで塗っています。ここからピンクが見えるとよりリアル感があって可愛いですよね。目の下全部を赤く塗ってもいいんですが、私は黒目下を薄くすることで抜け感が出るかなと思っています。鼻の下側になんとなく色味が寂しい感じがしたのでオレンジ色を追加しています。リップにもオレンジ色でメリハリを足しています。青みっぽいメイクをした時は黄みっぽい色を足したり、黄みっぽいメイクをした時には青みっぽい色を足したりするとアクセントをつけることができるかなと思います。アイホールの上側には濃いめの茶色を塗っています。ここにはアイラインが来るのでその下地を作っています。目の際はしっかりめに塗って二重幅までなんとなくぼかすようなイメージで塗ります。今の段階でメイクはこんな感じになりました。髪の毛をつけてみます。これはデフォルトの頭皮なんですが、キンキンの金髪だったので、もう少し優しい色味に染めてみようと思います。はい、優しいベージュに染まりました。なかなかいい色になったなぁと思います。さっきの金髪を薄紫の染め液に入れました。茶色っぽくするには反対色を足すといいですよ。ここからは一番肝心な眉毛を描いていきます。幼くて可愛いイメージにするために眉毛は優しい、あどけない、戸惑ってる、素直、何も考えていないようなっていう感じのイメージで作っていきます。なので下がり気味で太めでぼんやりしていて色は薄めでっていう風にしました。目頭は黒目の上あたりからスタートします。お顔を横長に見せます。眉毛の下書きができたところです。この下書きが一番大事だと思っています。眉頭がちょっと濃いだけでもイメージが変わるので、しっかり見ながらお好みの眉毛を作ってみてください。全体の色味を調節していきます。髪や眉毛が出来上がってきたので、全部を合わせてみて、色のありなしや濃さなどを調節しています。統一感が出しやすいですよ。艶消しをしてから眉毛を描いていきます。薄く溶いたリキテックスを使っています。髪色に合わせてベージュっぽい茶色を使っています。これは紙筆の S で極細の線を何回も何回も重ねているところです。下書きの線を大きめにはみ出すことで子供っぽいボサボサ感というか、手入れがされていない自然な状態の眉毛を表現できるかなと思っています。垢抜けでよく紹介されているのが眉毛を整えるっていうことなので、眉毛が整っていると綺麗に大人っぽく見えるんじゃないかなと思います。ということは眉毛をボサボサにしてあげれば子供っぽい無邪気さが出るんじゃないかなって思います。綺麗めなお顔が好きなので、ボサボサすぎるのもまあ考えものなんですが、ちょうどいい加減で描いていきたいなと思っています。眉頭は気合を入れて整えます。ここは特に目が行きやすいからです。一段階濃い色を作って眉尻を重ねていきます。眉尻は一箇所に集結するように描きます。はい、大体できたので一度お顔に合わせてみます。前髪が長かったので、オン眉で切ってみました。短い前髪も幼く見えるポイントかなと思います。合わせてみて、物足りないところに色を追加していきます。今回は眉尻ですね。リップラインにも茶色を入れていきます。口角と唇の境界線に細く入れてあげることで、遠目で見てもはっきりします。アイラインを入れていきます。濃い色が入ると目が締まりますね。この筆はまぶたのイラストを描くときに初めて買ってきて紹介した筆なんですが、アイラインにも使えるかなと思って使ってみてます。いつもは紙筆の L とかで描いていたので、筆先が太くて絵の具含みがいいので余分なところに絵の具がついてしまって難しかったんですが、使い慣れれば一発でこういい太さの線が描けそうな気がします。目尻のアイラインを跳ね出すかいつも迷います。これがつくと少しけばいというかパキッとした印象になりますよね。派手というか。それで今回も入れてはみたんですが、幼くて可愛いっていうイメージで作りたかったので、素朴感がなくなると思って結局入れないことにしました。こうですね、目の幅がパッと開いてお化粧をしたような瞳になりますね。でも今見てもあってもいいかなっていう思いもあるので、もしかしたら今後追加するかもしれません。水彩色鉛筆でさらに眉毛を加筆していきます。力加減によって細い線が描けるのと、あと色味の追加っていう意味と、ちょっとザラザラとしたテクスチャーが入るんですよね。それで見栄え的に見応えが増すかなっていう意味合いで重ねていきます。重ねるのは主に眉尻あたりです。眉頭はさっと綺麗な方がいいので、眉尻にメリハリを出すように重ねています。赤い水彩色鉛筆で、今度はほっぺに毛細血管を追加していきます。この、ひょよよよよよっていう感じでこう、力を抜いて、ヘロヘロって描くと、それっぽい線になるかなって思っています。水色でもおでこ側に青い毛細血管を追加しました。こっち側は足しても可愛くなる感じはあんまりないので、まあお好みで入れたらいいかなと思います。完成しましたー！イエーイ！ということで今回は幼くて可愛いメイクを目指してきました。ポイントは眉毛でした。何か少しでも参考になったなぁと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していってください。ここで一つ小話を。最近白だしにハマっています。朝はオートミールを食べるようにしているんですが、そこにツナを入れたり卵を入れたりなんかして白だしを少し入れてチンするんですよね。もうすごい合うんですよ。超美味しいんです。それで痩せられるなんてもう一石二鳥ですね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今後もカスタムブライスに関する動画をアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。最新情報は Instagram で更新しておりますので、ぜひそちらもフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。